ネルソンの詩版画版、ネルソンの詩アブラヤーサー・ウィリアム・デビスは、イギリスの画家である。肖像画や歴史画を得意とし、40年を超える画家の仕事の間にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに65点の絵画を出展した。代表作のネルソンの詩は、トラファルガー海戦の勝利の後、戦死したネルソン提督を称える絵画に出版社が賞金を出して募集したのに応募し、 選ばれたもので、ネルソンの英雄化に貢献した。ロンドンに画家のアーサー・デビスの19番目の子供に生まれた。兄に画家のトーマス・デビスがいて、姉に教育者となったエリン・デビスがいる。エリンは女性作家のマリー・エッジワースやファニー・バニーを教えたことで知られている。画家の兄と同じように1774年から王立美術学校で学び、 自由芸術家協会に出展した。自由芸術家協会は、父親のアーサー・デビスが1768年に会長を務めていた。王立美術院にも出展し、会長の画家ジョシュア・レノルズの注意を引く存在になっていた。1783年に、イギリス東インド会社の商船、アンテロープ号に船員として乗り込み、太平洋を航海するが、この航海では、 スクーテン島で現地人との戦いで負傷し、パラオで船は難破を経験することになった。この航海で焼き図を顎に残すこととなった。その後、インドに10年ほど滞在し画家として働いて暮らした。1795年までには、ロンドンに戻り、ロンドンで保険を受け取っていた記録がある。1805年のトラファルガー海戦の勝利の後、新聞を発行していた。 出版人、ボイデルが最も優れた、ネルソンの死を題材にした絵を、賞金500ギニーで募集し、版画にして出版すると発表した。デビスは、ベンジャミン・ウエストと共に最も有力な応募者となった。デビスのパトロンで、ネルソンの友人のデイビソンの助けで、ネルソンの遺体を運んで帰還した、戦列艦、ビクトリーに乗船を許され、一週間にわたって、スケッチを行った。 デビスのネルソンの詩は、ウェストの作品と、争いボイデルに選ばれた。その他にも多くの肖像画を残した。画家として成功したにもかかわらず、経済的には困窮し、しばしば負債を返せずに投獄された。1822年に、ロンドンで没した。ありがとうございます。